こんばんは。どうも。4月14日金曜日の業務を担当する中西アルノです。惜しい。昨日が金曜日だったら13日の金曜日だったのか。惜しい、ニアピンだ。今日は私はこの業務の前に別のお仕事があって、その間がちょっとお昼でお休みが、休憩時間があったんで、ちょっとメンバー、ご規制メンバー5人ぐらいでご飯食べに行って、そしたらなんかすっごい服にベタベタにこぼして 泣きながらマネージャーさんに染み抜きを借りて、「これおろしたってなんですこのお洋服」って言って染み抜きをして、もう今真っさらです。何もなくなりました。 どうですか？皆さんは今日何してましたか？どうですか？なんかすごいな。すごい。青山ネモフィラ。そう、青山ネモフィラ、そうなんです。NHK 俳句にてですね、私の俳号が決まったんです。俳号っていうのは、まあ要は、本を書く人のペンネームみたいなもので、俳句を読むときにこう自分じゃないこう別の名前をつけて読むんですけど、まあ青山ネモフィラになり、最近その私のその実在するお友達から、その私は青山っていう名字をもらったんですけど、その子から連絡が来て、なんかあんたペットとかにこう人の名字つけるのは知ってたから、いつかあんたのペットに青山ってのがね、できるんじゃないかっていうふうに思ってたけど、まさかあんた自身が青山になる日が来ると思わなかったよっていう連絡が来ました。 本当にごめんって返しました。 じゃあそれでは企画の方いきますか。じゃあ早速乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技はハイスピード足し算です。くじボックスから、こちらですね、こちらから、紙1枚を引き、そこに書かれている5つの数字の足し算をして、答えを紙に書いて発表するまでのタイムを競います。週の中で最も早く足し算ができた人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。もし答えが間違っていたら失格です。というふうにことなんですが、見てください。これが今までの結果です。もう対戦相手がいないじゃないかっていう 脱落者多くないか な。でも、カキさんとサクでしょ？まあ、でもサクラのキュービーが早いんだよね。やっぱその 9秒の壁がやっぱりでかいので、これをこう、この山を越えられるかっていうのが問題なんですかね。ですかね。じゃあそれではハイスピード足し算に行きたいと思う。ちょっと待ってください、ごめんなさい、私全然知らないんですけど、スケッチブックに書くんですね、この油性のペンで。これは見せるのかな。では見せて、ではそれではいきます。じゃん。はい、29。お、7秒31。合ってますか？あ、合ってた。やったー やりました。 あれ、私勝った？中西あるの 7秒31。勝ったんですけど。わーい。問題が見えてないっていう、皆さんからのクレームがありました。こちらですね。やったー。勝ちました。サク勝ったぞ。現役大学生に勝ったぞ。てなわけで。勝ちました。おお、みんなからすごいって
だろ？やっぱり今日はね、この前のお仕事がちょっと頭を使うってことでもないか。まあでもそのやっぱ頭のくるくるを生かして頑張りました。では優勝者は私でした。暗算得意、得意っていう感じではないんですけど、では。 では何？なんか聞いたんですけど。やって。ねえ、もう私はね、凪、この後ね、後半をね、私ちょっと見れなそうだったからさ、早めにやってもらおうと思ってね、来たんですよ。来ました、凪が。もう私はね、この違う、もうね、この乃木曜日を開いた瞬間に宿題やれ宿題やれってコメントね、あえて読まずにいたのに。そう、私もね、見てたよ、さっきここに来るまで見てて、あ、めっちゃ促してくれてるああ、でも、もう私は、まあでも、ちょっとね、まあちょっと宿題に行く前に、まあ、凪は、凪はね、まあ、凪に、この宿題を見たとき、凪、もう本当にもうって思ったんですけ本当ど、にもうって思った思ったの？けど、でも、これはもう凪は悪くない。だって、凪の前にいる元凶がいると思うの、私。やっぱ一ノ瀬美空さんが、凪にさ、にゃぎのにゃぎキスやれって言ったから、凪がこうなってしまったんだと思うの、マジで。かぁ、研許究せしへんわ、ほんま。ええー、じゃあ一ノ宿瀬題にもさっき会いましたよ。許せないで許す。せない、言っとくね、後もで。う、許さないです。じゃあ、いやってよいよ。ください。私わもそかっろそろ行かた、あなきゃいるけないよ。から。じゃあ、頑張る、あるよ。もう、ほら。じゃあもう、この、あるの状態で、近況報告をする、あるよ。何？近況報告。32枚目シングル、人に夢を二度見る、発売中ある。そうですね。そして、乃木坂46公式書籍10年の歩き方が発売中ある。やったやっー！たもっといっぱい喋っていいんですか？ー。で、ということもあり、あと32枚目シングルのアンダーライブが今絶賛開催中あるよー。4月11日、12日の名古屋をこの先日終えたある。で、4月26、27日に千秋楽で東京ガーデンシアターで、一番最後のアンダーライブがあるあるよあー。るあるよありますよ。ー。おあもる。ろ。おもろじゃないね。おもろちゃうよ、ほんまに。ちょ、間違えた。かわいいね。くぅ、誰だと思う、ほんとに。そして、5月17日、18日は、斉藤飛鳥さんの卒業コンサートが東京ドームでありますよ。ある。で、そして、6月18日には、ついに、ミート&グリートリアルイベントが幕張メッセで開催するよ、ある。ね、ちょっとめんどくさがってあない？る。ちょっと。ちゃんとやって。ですね、そう、私はね、このリアルイベントを、なんていうんですかね、ちょっと見せて、ね、ちょっと、どういうシステムかよくわかってないんだけど、ある。その、きっと、アクリル板越しに、こう、いつも来てくださるような方々と、こう、話しながら、話す、身振りを、オンライン、じゃあ、リアルの身振りをするものだと思っているんだけど、ある。それが、もっと自然にやってもっと自然に？そうよ、自って然思にやって。うんあるけど、でもなんか、それは私はずっと、こう刑務所の面会みたいだなと思っているあるよ、私は。ちょっと嫌なんだけど。 と思っているあるよ。だからすごく楽しみにしているあるよ、みんなに会えるの。髪型とかは変えるあるか？ああ、そうね。確かに。変えるあるよ。一応、多分、そうね。なんかこう、さ、たまにさ、その、押しちゃったりとかしてさ、時間がなくて変えられない時間ってあるじゃない確か、あかに。る。だから、私は、その、時間があったら、できる限り、髪とか変えようって思ってるあるよ。
楽しみにしてるね。楽しみなアンダラの上げてるやつすごい好きだった。あ、本当に？うん。もうバレている。アンダラがその地方であったあるから、そのやっぱりみんなちょっとこういろいろね冒険してみた髪型をね、うん、してみたあるよ。あの私は成人式の時みたいなアップにしてました。ある、名古屋2日目かな、やってまして、楽しみで、あとはなんだろう、ああ、乃木坂スター誕生が、超乃木坂スター誕生にリニューアルしたあるよ。おお、歌だけではなくコントもこう加わって、なんかよりパワーアップしたものになっているあるよ。でもそうね、コントは初めてやったんだけれど、うん、ある、そんだな、なんかやっぱりこうどこまで、あれはもう演技力とかそういう話ではなく、どこまで自分の持っているものを捨てられるかっていう己との戦いだと思っているあるよ。だからそのやっぱり こうこれからね、もっと自分をね振り切ってね、捨てて、己を捨てて失うものなどないと、こうなりふり構わず走っていくあるよ。そしてあとね、ちょっとで行かなきゃいけないからさ、うん、最後ちょっと頑張って、もうちょっと可愛いかっていうね。あとちょっとだよ、でも私が出るまでだから、あとちょっと、分かった、ある、頑張る、ある、だって何を話したらいいか分からないよ、あれ。そうだな、なんだろう、あ、でも超乃木坂スター誕生です、千葉魂やったじゃん。あ、そうそうそう、千葉魂やったあるよ。だからそうだな、ちょっと可愛くして、ある、うー、ある、なぎそうだな、自分の持ってるもの最大限出さなきゃいけないんでしょ。そう、ね、じゃあそうだな、超乃木坂スター、ネタバレにならない程度にそのコントのあれこれを話そうと思うあるよ。もうちょっと声のトーン上げて。もうちょっと、そう、じゃあネタバレにならない程度に話そうと思うあるよ。お、かわいい。で、うん、そうだな、まあ私たちはまあその千葉魂がね帰ってくるあるよ。でもその時はまだ新入りが入っていない時のスピンオフシリーズになっているあるよ。おお。だから、うん、そのあのワンナイトカーニバルを歌うまでのその軌跡をたどったお話になっているあるよ。感動、涙と感動とその笑いと全ての感情が揺さぶられまくるコントになっているあるよ。分かったあるか、見てねって、見てねって、なぎはら、どうしたらいいあるか、もう、あとそうだな、あ、近況報告、あ、最近あのマガジンさんに表紙で登場させていただいていますあるよ。ぜひあのコンビニなどに赤西あるのはいるのである、だからぜひ手に取ってみてくれたら嬉しいあるよ。最後ウィンクして、ただだいな、もうなぎのためだこれは、うん、なぎ、 ありがとう、行ってくるの、じゃあね、バイバイ、頑張って、バイバイ、はい、めっちゃなんだあれは、なんだなんだ、もう本当になんだったんだ、もう大変だ、鬼畜だよ本当に、助けてみんな。やりたい放題、もう嵐のような人でしたわ。さてさあ、個人仕事はそういうことがあり、あとはなんだろうな、あー、そうだ、あの古書道物語があのある、つけないよ、もうつけないよ、もうあの古書道物語、あ、そっか、でもそうね、じゃあソフトにあるつけますわ、あの古書道物語が公開されてるあるよ。前回は、あ、じゃあ前回じゃない、ちょっと待って、本当にあるに気を取られすぎて話したい、もう脳みそが全然動かないある、なんかそっか、第1話の誰のゾンビが多分公開されてるあるよ。私はそちらも見たし、あ、見た、あ、見たわ、見て、ちょっと私はそのそれよりも先にもらったこう完成品
ではない、ちょっとちょっとまだ修正が入る前の真段階のものを見させてもらったあるよ。だからやっぱりね、私はこう映画を見るときとかにあるこう自分のポリシーみたいなものがあるんですけど、あんまりこう演技うんぬんっていうことはあんまり言いたくなくてですね、お話として面白いであります、とてもある、わかりますかね、すごく面白いし、こう私が出てるのもこう謎解きミステリーサスペンスアクションみたいなところがありますので、ある、ぜひご覧ください、ある。はあ、っていう感じがありまして、ということがあり、ちょっと質問タイムに行こうかなと思います。ある、語尾のあるで内容が入ってこない、もうそんなことは私がもうあれですよ、語尾にあるつけてるせいで話してる内容がしっちゃかめっちゃかになってると思っています。ある、語気の悪ノリ、もうこういうところがあるんですよ本当に、ある、まったく。今週のミーグリの気ま、うわ、大空に羽ばたけってなんだ、なんで語尾にあるつけてるんですか。ひどくないか、ネット見ろ本当に。おすすめの映画はありますか。ある、最近、いやでもおすすめっていうか、もう本当にね、もう私がもう100万回ぐらい見ててもう大好きで、もうちょうどね今日見返そうと思っていた映画がありますである。バーレスクという映画でございます。もう超面白いし、私曲も大好きな、ミュージカル映画になって大好きなので、ぜひご覧くださいな。あとなんだろう、もう汗かいてるよ、 汗かいてきちゃった本当に、あれのせいで。うちまきかわいいと褒めていただきました。なんかやっぱり私たちは乃木坂に入ってからしばらくの間はそのこの髪の印象って結構変わっちゃうから、髪型が固定にされちゃう、あるよ。だから私はずっと外羽の民だったんですが、一応その公式の設定として。でもなんか最近ちょっと徐々に解除され、まあ、1年も経ち徐々にこう髪型をね変えたりなどできるようになったってありますよ。あとなんだろう、アホ毛がぴょんぴょんしてる、あ、隠そう、宇宙と交信してるのバレるわ。地方で美味しかったもの、地方で美味しかったもの、やっぱり大阪のたこ焼きしかり、あと陸老おじさんのチーズケーキは美味しかったですね、美味しかったですね。なんでしょうね、話そうと思ってたこと。花粉症きついあるよ、きついあるよとか、あ、わかる、花粉症めっちゃきついよね。やっぱちょっとみんなとさ、私は杉を伐採しに行かなきゃいけないと思っている、ずっと。あと、いや、シュート監督、あ、そうだ、そう、32枚目シングルにはご規制個人 PV が収録されておりまして、私はそのノーモア映画あるのっていうのでやらせてっていう個人 PV をやらせていただいてるんですが、すごいこう良かったよってことをこうミーグリとかで言ってくださり、多くの人から、いや結構面白いんですけど、こうなんて監督の演技指導っていうか、まあ、こういう感じで言ってよみたいな指導が入るんですけど、そのシュート監督っていう、その乃木坂46を結構長いことこう PV だったり MV だったりをずっと
やってくださってる方なんですが、いやその方はすごい、その方のコメディの演技がすごすぎて、なんかそれに寄せていったらああいう風になったっていう感じでしたね。面白かった、まあ、本当にクールで透かすのやめて語尾にあるをつけなさい、なんですか本当に、ハラスメントでハラスメント、本当に。まあじゃあちょっとつけるあるよ。あとは何だろう、ある、すごい、あーすっごいコメントが流れていく。春は柳原、ちょっとね宿題をあまりにも早くやってしまったために、ある話す話題がなくなってしまったんですよね。ある、じゃあ最近のアンダーライブのことを話そうかなと思うんですが、私がやっぱりアイアをね、やっぱりこう可愛いってすると、最近ナオがすごくやきもちを焼くんですよ。私には言ってくれてない、私も私だって言われたいのに、それがベラボーに可愛いです。そんなことを、そんなことをね、やっぱ言ってくれる、言ってくれるんですよ私にはいいだろうでもね最近思ったんです、ナオはみんなに言うんです、私は悲しいですよ、いろんな先輩、やっぱライブを通、ライブってを一つ大きなライブをこう一個作り上げるって、やっぱり団結力が高まるあるから、やっぱりそのなんか私はこう人見知りだし、あんまりこうガツガツ人に話題提供するタイプではないあるから、でもなおは結構そこら辺こう先輩と同じ髪型にしたりとかしてるのが羨ましいなと思っている、あるよ、ある語尾でな、語尾のせいで全くか内容が入ってこないって、何でしたっけ、今読みたいコメントがあったんだ、あそう、アイアの反抗期が終わったか問題、終わってないです、でも終わってないのにね、なんかじゃあ私は正直アイアって行くんだけど、でそれをアイアはやめてって言うんだけどね、そうアンダーライブの時とかテレサとかね、もっと気持ち悪い絡め方をするの、アイアに、例えばアイアがこうパン食べてて、でお腹いっぱいになっちゃったから、ちょっとテレサちょっとあげるって言って、テレサがアイアと間接キスだとか言いながら食べてるのね、でそれを見て、え気持ち悪いんだけどって言って、アイアそれには反抗しないのに、私が可愛がるのには反抗するのって言ったら、ここまで振り切ってたらもういいかなって言ってたから、私もちょっと振り切って、振り切ろうかなと思っています。俺らやん、ダメだよ、俺らはもっとダメだよダメだよ、あやは10、まだ15歳、15歳ですよ、真央ちゃんには反抗しないでしょ、まあ、真央はねやっぱりこう雰囲気とふわふわなあってだし、まあ、何よりあやにこう気持ち悪い絡み方はしないですよアンダラで面白かったこと、アンダラで面白かったこと、ああそうだな、なんだろう、そうね、なんか面白い出来事がありすぎて、なんかやっぱり楽屋とかでいるとどうしても3期4期5期って感じでこうまとまっちゃいがちだと思われるんですが、アンダーライブの楽屋って全然そんなことなくて、割とぐっちゃぐちゃになってこう喋ってるっていうか、でなんだろう、アンダーライブであれをやったんですよね、ラジオ体操
第3みたいなのをやった日があって、第3なんて誰も知らないから動画見ながらやるんですが、なんか誰も正しくない動きをしてておもろかったですあとなんだろう、あ、次回メンバーへの宿題を忘れてました。どうしよう、実はねまだ次回メンバーの宿題がね、私くしは知らんのですよ。だからどうしようかな、みんな何がいいと思います？やっぱり可愛い系がいいかなとも思ったりするんですが、どうです、どうです、あるアスカさんのラジオ体操第一見たことあるよ一度も踊ったことないですよね確か。なんかでも私は中学の時にラジオ体操の試験があって、体育で、で例えばもう1個でも間違えたりするとその場に座らされて、でその単位が取得できないっていうすごいあの鬼畜テストがあって、例えばじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんなところってみんなこうやって流れで手を下ろしがちだと思うんですが、実はじゃんじゃんじゃちゃんちゃんでここでワンカウント使うんですよ。皆さん知ってました？間違えて覚えてる方はちゃんとやってくださいねデスゲームって言われてる、そうデスゲーム、あそう宿題決めないとやばいんだった、ごめん、ちょっと宿題みんな宿題ちょっとみんな一緒に考えてよ、頼むよ。宿題はあとなんだろう、宿題はなんだろう、やっぱでもな、私がこんな目に遭ってるんだからちょっと次の方にもこんな目に遭ってほしいなと思ってしまう私がいるんですが、しかもこんな目とは言いつつもでも皆さんはそういう目物可愛いとこ見たいですよね。どうしようかな、あ萌えセリフいいな、ちょっとタイムオーバーしちゃうんだよね私、そう前回実はタイムオーバーしてたらしく、なんだろうそうだな、そうでも先輩が来る可能性もあるから先輩にあまりにもっていうことは、だからまあ皆さんが喜びみたいなね。萌えセリフってさ、でも語尾ににゃん、あーそうだな、語尾ににゃんかいいな、名前、あ一人称を下の名前にしてもらおう、それがいいや。じゃあちょっとなにゃんのパクりますわ、宿題の時間以降、宿題の以降一人称、でもさ待って、一人称がさもともとさ下の名前、いやでもいないか、下の名前にちゃん付けで呼んでる人っていないか、だってあんまりいない、もしや一人称を下の名前ちゃん付けにちゃん付けにするかわいくっていう感じで、あ、次回のメンバーさんへ、ということで書けました確かにアヤティさんとか来たら大変じゃない、確かにアヤティさんってそっか長いもんねエアのクリスティちゃんはって、でもそれはそれ可愛いかなんですか。あ、で、あるのよりもつけると、あるのよりちょっと後であまりにも字が汚いので後で書き直したいと思いますう
アレノちゃんの見本見せて。あ、私は見せないですよ。ミッションある。なんだろう、今日もタイムオーバー、タイムオーバーなの？ねえ、じゃあもう終わるってこと？早ない？ちょっと待ってよ。早いね、みんな。そっか。じゃあ皆さんごきげんようですかね。はい、語尾あるでカロリーが高かったです。皆さん、じゃあまた次回お会いしましょう。早かったね。じゃあまたね、バイバイ。